はい、こんばんは、ギタリストで音楽家の竹下敦です、今回ね、お話ししたいのはネックのトラスロット調整です、これはね、一般的にこのね、ネックのこの蓋の部分を開けて中にロットが入っております。それをね、私の愛用している、ESP 製のギターですと、このタイプのレンチを使います。ギブソンさんなんかだとボックスタイプのレンチを使うんですが、これによってネックの反りを調整します。反りというのはこう反っている場合とこう反っている場合があります。基本的に、僕の場合はこう反っていた方が弾きやすいです。なぜかというとクラシックギター、ガットギターがね、一般的にこう反っていて当たり前なんです。で、今までちょっとね、無理をしてまして、まっすぐ気味で弾いていました。そうすることによってね、この12フレット付近のね、こういう。これがね、フレットと近くなることでね、弾きやすかったんですよ。ところが、ここへ来てね、ちょっと湿度が上がって、まあ、夏に向けてね、そろそろ梅雨明けにも向かっていく時期になりまして、ちょっとやっぱりネックの感じが変わってきたんですよ。弾いていて、まあ、おなじみのフレーズになってしまうんですが、こういう。ここがね、ここが詰まるようになったんですよ。で、ちょっと思い切って、根っこを順取り気味にしてみました。で、そうしましたとこれ、ね、すごくこの12フレット付近ね、ここですね、ジェイク・サイダー氏は相当に低い弦の高さね、弦の高さで弾くんですが、彼のギターを弾いた時にね、こんなにも弦高が低くてね、スムーズに指の運び、運指ね、指の運び、この指の運びを持って運指と呼ぶんですが、運指ができるのかってびっくりしたんです。で、当然彼ほどね、滑らかなプレーは私はできなくて、こう、まあ、どっちかっていうとこう、みたいなプレイヤーなんですけど、彼はもう本当に上の方で弾くんですよ。とてもじゃないけど真似できません。持ち合う持ち合うって感じでね。で、彼のギブソンを弾かせてもらった時に、こんなに低い弦高でもこんなにスムーズに弾けるのかってびっくりしたんですね。でもやっぱりね、それを真似してみましたが、無理なのは無理ですね。で、私が愛用してるね、今ちょっと向こうにございますが、ギブソンのレスポールジュニアはギブソンさんの全く標準の弦高なんです。全てが全く標準の基準なんですよ。なのでギブソンさんの方でも、私がプレイするのを見てね、まさにギブソンの音が出ていると、褒めていただいてありがとうございます。この場を借りてお礼申し上げます。で、それがやはりね、弾きやすいんですよ。本来ね、そんなにこう、もともとジャズ、ブルースなんかを弾くタイプのギターなんですが、こちらもね、それにフィーリングを合わせてみました、思い切って。そうしますと、これ、ね、とにかくこの、ここら辺は、ある程度ごまかしが効くんです。ただ、ここら辺はね、
この音です。聞かないんです。どうしても12フレットっていうのは、ね、ギターにとってね、まあ、肝であるんですね。で今回思い切ってね、標準値ぐらいまで上げてみました。大変弾きやすくなりました。皆さんもね、季節の変わり目にはちょっとネックをね、見てあげてください。で安易にいじるとね、これね、下手すると破損する可能性があるんですよ。ですのでまあご自分がね、お買い求めになられた楽器屋さん、そしてリペアショップでスタジオリバーサイドでも受け付けますが、うちではフェンダー系は扱っていないので、まあ、ギブソン系になってしまうんですが、フェンダー系であればどこが今正規代理店なのかな、ちょっとフェンダーに詳しくないんで、ちょっと調べてみてください。まあ、ギブソンであれば今黒澤明さんが正規代理店ですので、ぜひそちらの方へね、相談されて、1台はいいギターを持っているといいと思います。それが基準になるので、それをもとに何台かちょっとね、遊び用もしくはお友達に貸す用のね、ギターを持っているといいと思います。じゃあ改めて今日ね、一緒にお勉強したのはネックの反り、非常に重要です。特にこういう12フレット付近のチョーキング、指にね、負担をかけるとね、簡単にギタリストの指壊れてしまうんでね、私もね、こう、まあ、お恥ずかしいですが、こんな風に指が硬くなるぐらい練習しないとなかなかうまく弾けるようにはなりません。それはね、どっかで無理をしていたからです。そうならないようにね、皆さん、信頼のおける、リペアショップ、もしくはね、ご購入されたお店でご相談されてみることを強くお勧めします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。